もこんにちは、こんばんは、おはようございます。大魔王オーマーデイジだとこでな、ワンタンキリをワンパンで倒すデッキができた、分かったのでアーカイブに残していきたいと思う。っていうことにな、必要なのが、まあ一応今回こやつがリーダーになってる希望、こやつはな、混乱耐性100のアタック200なので、なので採用。あと真実、こやつはな結構火力強いのでな、採用。てかあの、ここのな、言葉、禁止行という言葉を作るのに必要なので、入れてあるぞ。で、まあ、あとこれ、コンチェルト。これは、子という言葉と、ヒール持ちなんでな。ヒールでシールドブレーカー持ちなんでな、入っとる。こいつも結構な、強いので。で、必要なのは、恨み。こいつな、恨みが絶対必要だ。恨みがないとちょっとな、ワンパンしづらくなってしまうんだな。あとは、恨み、まあ、入ってれば、ワンパンできるメンバー。ここら辺のやつを入れてあるぞ。まあ、ちょっと、頼りないんじゃかな。この、ヒールのやつらはちょっと頼りないんじゃが、とりあえず入ってる感じだ。あと、これはな、死という言葉が使えるから、採用って感じ。これはまあとりあえず入ってる感じな。恨みがな、場に出てる場合だったら、だいたい何出してもワンパンできるはずじゃん。ってことで、やっていこう。ワンパン確実。よし、じゃあもう一回やってみよう。まあ恨みが出てないとちょっときついんじゃないな。こんな感じや。はい、ということやな。ワンパンができるデッキ、ワンパンチャレンジができるデッキやな。紹介。まあ、こんな感じや。まあ、必要なのはこれ。と、まあ、混乱耐性100のやつと、アタックは200ぐらい。とか300とかな。上がるやつをリーダーにして、真実、こやつと、こやつと、こやつとか、シールド持ちの子を入れて、死。あとはな、死という言葉と、うという言葉はな、まあ一番絶対いいのは恨み。こやつが入ってることによってワンパンが、可能になる。まあ他のでもワンパンできないことないんじゃが、ちょっと微妙に残ってしまったりするんだよな。微妙なんだよな。ってことで、みんなもな、参考に、
こんな感じのデッキを作ってワンパンして遊んでみてはいかがだろうか。では今回はここまで。大魔王オーマーデイジがお送りしました。バイビー。